ユポシンセティックペーパーユポ A サンプルオブスラップステッカー株式会社ユポコーポレーションは日本の合成紙メーカー合成紙分野で約70%のシェアを確保する世界トップメーカーである大手化学メーカーの三菱ケミカルと大手製紙会社の王子ホールディングスが出資する社名のユポとは同社の製造するポリプロピレンを使用した 合成紙のブランド名であり、同社の登録商標である。ユポコーポレーションは1970年、王子製紙と三菱床の接班出資により、王子床合成紙株式会社として設立された。前年の1969年に、両社の出資で、株式会社王子床合成紙研究所が設立され、新製品の開発を進めていたが、 ポリプロピレン合成紙の製造技術が確立したことを受けて設立されたものである。当時は、旧財閥の枠組みを超えた、三菱系と三井系の合弁として大きく注目をされた。合成紙のブランド名はユポとしたが、これは三菱床の U ペーパーの P 王子製紙の O を組み合わせ、両者が提携して生産することにちなんで命名された。当初は、 都工紙など紙の代替として販売していく方針であったが、1970年代のオイルショックによるコスト上昇を受けて、紙では使用が困難な用途への販売に切り替えている。生産拠点は長らく、カシマ工場のみであったが、輸出の伸長を受けて、現地生産及び販売のため1998年、アメリカ合衆国に2番目の拠点を新設した。また2000年、 ヨーロッパにも販売会社を設立。アジアにも複数の販売拠点を設けている。本社は東京都千代田区神田駿河台4丁目にある新お茶の水ビルディングに入居している。自社の生産拠点は鹿島工場。三菱ケミカル、茨城事業所に近接する茨城県上栖市東和田に設置されている。また子会社のユポコーポレーションアメリカは アメリカ合衆国バージニア州にある。ありがとうございます。